ドリス・ロバーツはアメリカ合衆国の女優、声優、舞台女優である。1925年、ミズーリ州セントルイス生まれ、母親はロシア系ユダヤ人だった。その後、ニューヨークで育つ。もともとはグリーンという名字だったが、岐阜の名字がロバーツだったため、最後までその名字を使用した。1950年代に入ると、 テレビで活躍し始め、1951年にテレビシリーズスターライトシアターで女優デビューを飾る。しばらく活躍の場はテレビだけだったが、1961年にキャロル・ベーカー主演のドラマ映画傷だらけの愛で映画デビューも果たした。1960年代、70年代はコンスタントに出演作品を増やしていき、着実に女優のキャリアを築いていく。 舞台においても50年代にブロードウェイデビューをしてからは様々な演目に出演してジェームズ・ココなどの俳優らと共演した。特にロバーツのキャリアで知られる作品として挙げられるのは作品自体がエミー賞を獲得したシットコムヘイ・ hey! レイモンド。同作品ではレイ・ロマーの演じるレイモンドの母親マリー・バローネを演じそのユーモラスな演技が高く評価された。 それを証明するように、ロバーツ自身、エミー賞、全米映画俳優組合賞、サテライト賞など様々な賞へノミネートされ、同作品で全米映画俳優組合賞アンサンブル賞、テレビガイドアワード、アメリカンコメディアワード、そして4度のエミー賞に輝いている。ちなみにプライムタイムエミー賞には別の作品も含めて11回ノミネートされており、 1983年に出演したセントイルスウェアでも受賞した。その他にはピアース・ブロスナンの出世作でもあるテレビドラマ探偵レミントン・スティールへの出演でも知られている。テレビでは母親や義母役での出演が多く、日本でも放送されたシットコム・フルハウスではボブ・サゲット演じるダニー・タナーの母親も演じている。2003年にはそのキャリアと功績が称えられ、 ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームを授与された。2016年4月17日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて亡くなった。90歳没。ありがとうございます。